泉健太代表、ある意味予想通りなんだけど、立憲を本当に破壊したい。そして立て直したいのかも。そして泉健太、ついに爆笑ギャグを炸裂させた。皆さん、こんにちは、ハンニャです。本日は2023年5月16日ですね。で、この動画では150奇跡を目指している泉健太代表の活動を皆さんと眺めたいと思いますので、泉健太、面白いじゃんって思われた方は、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。 ボタンを押すのを忘れずに。では今回の目次はこちらです。で、皆さんもご存知の通り、立憲民主党の泉健太代表が、次の総選挙で150議席取れなかったら、俺、代表辞めるよ宣言をして、詐欺になっていますよね。 枝野抜きを代表が衆議院選挙で議席を大きく減らし、方向転換をするために泉健太執行部は誕生しましたが、特に結果が出ることなく、党内外からの批判が集まり、そしてついに泉健太の辞任予告とも取れる発言につながります。ただその際に直前に受けた若手からの提言、すなわち、全国289ある選挙区のうち、150からの立候補者擁立を今目標にしているが、執行部が本気というところを召してくれ。 せめて、200選挙区に候補者を擁立してくれという提言に泉健太代表は応じてるんですよね。ただ、もともと野党共闘に基づく候補者一本化を前提に考えていた数字をいじるということは、候補者の一本化の調整が難しくなる。すなわち、共産党との協力が難しくなるということが予想されますから、もしかして泉健太、共産党と手を切るために動いているという予想もできたり。 そうしますと、ついに泉健太の決断が出ましたね。こちらは朝日新聞デジタル5月15日の記事です。ここでは泉健太代表がフジテレビの番組に出た際の発言の一部が引用されています。では、それを以下一部引用です。次期衆院選での選挙協力、候補者調整について、選挙は独自である。維新ともやらないが、共産党とも僕らはやらない。野党統一候補を目指してきた部分は相当あるが、 4月の衆院補選で千葉5区はそれぞれ候補者が立った。立憲民主党はまず独自の道でしっかり訴える。野党だから候補者調整で足し算すればいいとみんなが思っていない以上は、野党同士の競い合いの中で中道リベラル路線がいいのか、自民党よりも激しい新自由路線がいいのかっていうことを野党の中で競い合わなきゃいかんですね。いか略。以上ですね。いやー、はっきり言いましたね。これは少し面白いかもしれない。いやね。 実は去年の参議院選挙の際にも変な感じではあったんですよ。そもそも枝野体制では共産党とがっつり調整をするという形で動いていたんですよね。それこそ安住淳国対委員長がリアルパワーだって喜んでましたが、共産党と協力して票を狙うという作戦だった。しかし泉体制に変わった直後から共産党がこれまで通り協力しよう。 候補者調整をしようよと呼びかけてたのに、泉健太代表の方は返事を保留にし続けてましたよね。その結果、参議院選挙で結果は出ず、候補者調整が遅れたことへの批判とかも出てましたが、しかしながら、共産党と協力するってどういうことなんっていうのも実際あるわけで。で、実は最近も共産党からのアプローチはありました。 こちら産経新聞の5月15日午後7時5分の記事ですね。見出しは。片思いに終わるか、共産が共闘再構築へ立民に飽きなみですね。以下一文用です。共産党が日本維新の会との政策協調を終了する立憲民主党との連携強化に期待を寄せている。ただ、党員除名問題などが大引く中、期待通りの成果を出せるか不透明だ。 政策的な一致を確認していく、維新のような共闘に反する勢力とはきちんと筋を通して対決していくということを求めていく。共産の小池晃初期局長は15日の記者会見で野党共闘のあるべき姿についてこう語った以上ですね。 まあこれがどこまで共産党が真剣に立憲に対して関与しているかといえば微妙な感じもしますが、しかし泉健太の発言で共産党と安易に協力はしないということになったようですね。とは言うものの、現役議員からすると悩ましいところでもあり。 果たしてこれで立憲がまとまるかどうか。実際、皆さんも覚えていると思いますが、2021年の衆議院選挙の際に、小川淳也議員は自分の選挙から維新候補が立候補すると聞くと、出てくれるなーって泣きついた。それを断られると、候補者本人どころか、その親にまで説得に行ったという話がありますが、その前提としてあそこは、共産党が小川淳也さんに協力してるんですよね。すなわち、共産党があえてそこに候補者 を立てるとは考えにくいですが万一候補者を立てられると小川さんですらちょっと危ないかもしれない比例復活もね他にもこれはある意味皮肉なことですが東京8区から当選して今回若手代表の一人として執行部は候補者をもっと立てろと要請した 吉田議員は自分の選挙区では共産党候補者が出ないと調整された後に令和新選組の山本太郎がそこから出馬するという話が出てきてそれに対してクレームを出して結果太郎はそこから出ず吉田議員は当選していますねすなわち共産党との調整が前提で当選していると言えそうですね吉田議員もですから候補者一本化の結果当選した議員は果たして今回の泉代表の判断をどこまで支持することができるのか 一致団結して戦わざるを得ない泉代表としてはなかなか厳しいのかも。とはいえ、ある意味、本当に立憲民主党を政権交代できるようなまともな政党に立て直したいと思えば、共産党との決別は必須とも言えるわけで、その意味では自分を犠牲にしてまで立憲に尽くしているとも言えるのかな、泉健太は。褒めすぎかしら。<laughs> まあ、ここまで来ると泉健太、国民民主党からのスパイ説がちょっと浮かんだりも。 にしても、まあ、維新との調整については、これは最初から否定していたし、まあ、そりゃそうだろうなって感じではありますよね。維新と協力して議席を取っても先も見えないしね。ただ、維新と立憲が共に立候補すれば、自民党が勝っちゃうってことになりやすいわけで、この件について橋本徹氏は予備選などを考えるべき、というコメントをしていますが、泉代表はそれを分かった上で行動してるんじゃないかな。すなわち。 自民党を勝たせることになっても、立憲をまともにしたいと思ってるのかも。ところで、前回動画でもお伝えしたように、泉健太代表と蓮舫議員がツイッター上でちょっと揉めてる感じがして、それが騒動になってるんですが、その際に記者会見でこの件を尋ねた産経新聞大橋記者に対して、別件すぎる 委員長として立っています。と返答して、その際の蓮舫氏の姿が怖すぎるということで話題になってますし、私も話題にしてます。それに対する泉健太の反応が面白い。FNN プライムオンラインで説明されているように、泉代表はフジテレビの番組では、泉氏は先週、蓮舫参院議員のツイッターでの批判に対し、なぜ同じ党の仲間であるのに、こんな投稿するのか、などとツイッターで応じ、その後削除している。 このことについては、多くの方に見ていただき、リツイートしてもらった。本人に伝われば役割を果たしていると説明した。と、大人な態度で泉さんはコメントをしています。ただ、こんな話もありますよ。こちらは、元民主党の議員さんだった。そして、泉さんが出ていた番組で同席していた松井さんの5月15日午後10時1分のツイートですが、蓮舫さんが委員長としてここに立っていますと言ったことを受けて、 IZMKNTA 小声で。おめえ座ってんじゃねえか。スタジオ一と大爆笑。反町さん、それオンエアで言えばいいのに。それをオンエアでは言わないのが泉健太。いいやつなんですよ。ですって。まあ、イニシャルというかなんというか、どう考えても泉健太発言。そして、これを引用ツイートする形で司会の反町さんは、退路を断った政治家と見守る賢人という関係性かですって。 これは泉さん、ほんまに言ったんだろうな。しかも多分松井さんと泉さんの環境を考えると、バラされると分かってる。もしくは泉さんに松井さんが許可を取ってる可能性も。 そして、玉木雄一郎さんもこの件をネタにしていますね。こちら玉木さんの記者会見の一部分ですが、ちなみに玉木さんは自分の動画などは、テレビ動画は著作権があるからダメだけど、それ以外は切り取り大歓迎と言ってるので、動画を引用しておきましょう。ここでは、蓮舫氏に対して別件すぎると言われた、そして小西議員から法的措置宣言ラインをもらった、産経の大橋記者が玉木さんに質問する場面ですね。では、どうぞ。 えー、産経新聞の大橋です、はいあの。別件でもよろしいでしょうか、はい、あのう、えー、泉健太代表があの、フジテレビの番組であの選挙協力について、あの維新とも共産党ともしないと発言されました、まあ、このことについての受け止めと、あと、まあ、これは改めてになるとは思いますが、国民民主党はどういう形で臨んでいくのかというところをお願いします。はい。私の別件 OK です,ので <laughs> ですか。はい、ありがとうございます。<laughs> 以上ですねうーん完全にネタになってる。まあ現状。 泉健太が辞任に向かっていることはほぼ確定でしょうし、そして蓮舫氏などが泉執行部の不満を公にしまくってる感じがしますが、その過程で蓮舫氏も国民からのネタになり下がってて、泉後にアピールするのは難しいのかもな。まあ、党内でしっかり力をつけている可能性もあるわけだけど、前回選挙で振るわなかったし、こんな風にネタになってるし、まあ泉さんが代表から失脚しても蓮舫さんが浮かぶってことはないのかな。 というか、泉さんの他に誰がまとめるんでしょうかねやっぱり小川淳也じゃないかなって気もするんですけども、皆さんはいかがお考えでしょうかぜひともね、皆さんの感想、コメント欄でお伝えください。またね、私が最後にもう一押しした小川淳也さんですけども、小川淳也さんが対立候補者の家族にまで泣きついた件について触れた動画をこちらにご用意していますので、よければね、その件について思い出したい方、知らなかった方は、こちらの動画をチェックしてください。また、蓮舫さんの怖い怖い動画を知りたい方は、こちらの動画をチェックしてください。 動画をチェックしてくださいねでは次の動画でまたお会いしましょう高評価をお忘れなくバイバイ